さあ、行くぞ。はい。どこに行くんだ。海底王国ムーレア。はい、ブンちゃんゲームチャンネルのブンでございます。ただいま海底王国ムーレアに来ています。はい、ここにいます。後ろになんかいるぞ。もう一度だけ。もう何十年前になるかしら。昔は王国の近くを通る船をよく見に行っていたそうです。立派な商船、船乗りに混じってね、小さな男の子が乗ってた。楽器を抱えて毎日陽気な歌を歌っていた。船を降りたのか、陽気な歌は聞こえなくなった。もう一度あの歌が聞きたい。その男の子を探してくれと。憧れの地上、報酬グラコスの槍。はい、行きます。どこにいるのかな。ダハルーネという船に書かれた人間の文字。ダハルーネ。降りました。行ってみます。とりあえずダハルーネ行ってみるか。近海ダハルーネの町行ってみようか。はい、ダハルーネの町にやってきました。楽器持ってる人がいるのかな。探しに行きましょう。いねえなぁ。どうした。歌が得意。振動。あ、この人じゃないの。何で海から顔出したこともあるんだけどね。あ、なんか話聞いたことあるね。あ、これだ。大変なじゃん。川にいたのか。船は気ままに波任せ、カヤキで走る大海原が我らの故郷、我らの母へ。どんなに遠く離れようとも海の歌が潮風に乗り、よくなら我らの言葉を見ると帰る。のほのほほのほほのほ。ダイヤルで海の歌を響き届け、我らの母にのほほ。昔の海にはいかんのよ。よし、何で見つかるよ。海底王国ムーレア。ムーレア。あ、さっきのおじいさんはね、町の北西にいましたね。最高。さっきのお姉さんは、忍者のお姉さんどこにいたかな。あ、これか。違う。そうだ。この上か。あ、ここだ。いた。はい。はい、歌います。歌いますよ。
オラックスの槍を受け取りました。はい、憧れの地上クリア。グラコスの槍を受け取りました。装備袋。自然系の魔物を稀に魅了する海のマシンの槍。装備可能が、忘れた。あの女の2人。自然系の敵を攻撃時に 8% で魅了させる。攻撃力プラス70、武器ガード率プラス 2%。まあまあ強いね。誰か強くない。マルチナとセイナーね。おー、プラス8。これさらにトライデントプラス3だからな。マルチナでいいか。はい、こんな感じだね。え、消えた。はい、次のクエスト行ってみよう。チャンネル登録して待っていてくださいね。なさいなら。